セルジューク朝の紋章1370年代に描かれた教会会議を主催する東ローマ皇帝ヨハネス6世、カンタクゼノス。彼の足元に金の相当の和紙が描かれている。1493年建築のルーマニア・ボーゼスティ、教会の相当の和紙の壁画。相当の和紙とは和紙の紋章の一種で頭を二つ持つ和紙の紋章。 主に東ローマ帝国や新生ローマ帝国と関連したヨーロッパの国家や貴族などに使用された。現在でもセルビア、アルバニア、ドイツ、ロシアなどの国章やギリシャ聖教会などで使用されている。相当の和紙自体は古来より存在する文章で知られている最古の図像は紀元前3800年頃のシュメールのラガシュの都市神、人ギールスに関するものである。 一説には、相当の和紙と、単頭のライオン頭の和紙は、同じものを表していると考えられている。紀元前20世紀から7世紀の間のシュメールや、現在のトルコ地域のヒッタイトでも使用された。また11から12世紀のセルジューク朝サでも使用された。ローマ帝国の国章は、単頭の和紙の紋章であったが、その後も、帝国の権威の象徴として使われ続け、 13世紀の東ローマ帝国末期のパレオロゴス王朝時代に相当の和紙の紋章が採用された。この紋章はもともとはパレオロゴス家の家紋との説もある。東ローマ帝国における相当は西と東の双方に対するローマ帝国の支配権を表したが実際には西の支配権をすでに失っていった時代である。東ローマ帝国の相当の和紙は ギリシャ正教会、コンスタンティノープル総主教長、セルビア、アルバニア、ロシアなどに継承された。セルビアの王は、ザリ、バシレオスと皇帝を名乗り東ローマに対抗した。セルビアの相当の和紙の多くは白色である。ロシアは東ローマ滅亡後に皇帝家の御子を日に迎えたことを根拠に東ローマの後継者を辞任し、ザーリ、インペラトールと皇帝を名乗った。 また、ローマ帝国の継承を自負する神聖ローマ帝国とハプスブルク家の紋章となり、さらにオーストリア帝国、オーストリアハンガリー帝国、ドイツ国などに継承された。1472年には東ローマ帝国の姫沿いパレオロギナを迎えたロシア帝国も相当の足を採用した。東ローマ帝国滅亡後は、 ロシア帝国もローマ帝国の後継を自負し、その総統は東と西にわたる統治権を表した。また16世紀にハプスブルク家出身で神聖ローマ帝国皇帝となったスペイン国王カール5世により、スペインの国章にも一時使用された。これらハプスブルク家関連の総統の和紙の多くは黒色である。20世紀前半にロシアはロシア革命により、 ソビエト連邦にセルビアやドイツ東部は第二次世界大戦の結果として社会主義国となり相当の和紙は皇帝の象徴として国章から削除された社会主義国では孤立するアルバニアのみ掲げたしかし1990年代のソビエト連邦の崩壊東欧革命によりそれぞれ復活されたまたオーストリアは1918年の共和制以降の国章は 相当ではなく、単なる、担当の和紙である。また、ワイマール共和国と、ドイツ連邦共和国も、相当ではなく、担当の和紙を国章に採用している。左右の手の甲を交差させ左右の親指が、和紙の相当、残る左右の指が翼を表す、相当の和紙ジェスチャーがある。2018FIFA ワールドカップで、サッカースイス代表の選手で、 コソボ出身二人グラニトジャカとジェルダンシャチリが試合中に相当のワシのジェスチャーをしたために試合中の政治的行為とみなされたことがある。相当のワシがアルバニアとセルビアの国章に使用されておりコソボ問題に関する政治主張とみなされたためである。ありがとうございます。